ソコンでなんかいろいろ調べ物とか、あとは、大学サッカーの指導者リストを、こう、もう一度しっかりと作り直そうっていうことを言われてたので、それでなんかいろんな大学のサッカー部の監督さんとか部長さんをいろいろ調べたりしてましたね。と関東大学リーグとかの、まあ、一部リーグとか、はい、あとは、まあ、はい、神奈川県とか東京都とかの上位とかっていう感じなんですかね。はい、まさにその通りですね。大学生もね、今大変でしょうね、ちょっとね。はい、そうですね。状況が、もうあれですか、新卒っていうか、今年4年生の学生さんとかとはまだ会ってないですよね、そうするとね。ですね、帝京大学の方でセミナー開かせていただいて、でその後個別で面談させてもらったんですけども、その時に新4年生お会いしたりとか、逆に1年生の子が、新2年生の子が来てくれたりとかにもあるんで、なかなかね、今その一般の企業さんの方とかがなかなかね、先が見えない状況で、内定取ってたところが取り消しとかも結構ニュースになってたじゃないですか。そうですね、なってますね。そういうのがあって、多分いろいろなんか大吾さんのこうお仕事にも少なからず多分ね、そういうところが影響するのかなと思って、はい、めちゃくちゃ影響するね。学生さんとその企業との間に立ってこうバランス取りながらっていうのは多分、ね、これからずっとこうリスタンダード仕事をされていく上で、多分それをずっとそういう仕事の仕方になるのかなと思うとね、やっぱり毎年毎年若干のスタンスの変えたりとかっていうのが多分必要になっていくんでしょうね。なんかこの状況だからこそ、今後のなんかあり方みたいなとか、こうリモートワークとかがどんどんもしかすると増えてくるかもしれないですし、そうするとそこまで行く時間の手間が省けたとか、違うことに時間を使えるようになるかもしれないので、大吾さんなんかだと大宮に住んでらっしゃるから、ね、やっぱり、はい、東京まで出てくるのって結構リスタンダードで新宿でしょ、新宿、はい、まあ新宿一本じゃ一本だけど、はい、でもまあ1時間はかかりますよね、やっぱドアツードア。そうですね、ドアツードアだったらかかります ね。でそれで行き帰りって考えるとやっぱ2時間、はい、そうなんですよ、ね、そこがまた別のことに使えるとなると、まあ、はい、プライベートに使うもいいし、まあ、仕事に使ってもいいと思うんですけど、はい、そうですね、なかなかこう、おそらく大吾さんは去年の夏からだけど、もうその世界で20年とか30年とかやってた人にとってだと、やっぱりなかなかね、それを受け入れられないのかもしれないけど、多分その辺は割とこうスムーズにその状況に合わせていけるんじゃないかなと思うんですけどね。そういう世界でじゃないところから来た方たちの方が、だから学生さんも含めてですけど、そうですね、頭がそのあんまりこう凝り固まってない分、そうですね、多分強い、まあ、こう柔軟なところが結構余ってると思うんで、むしろその通勤する方が多分今までの生活リズムとはちょっと違う感じだったでしょ。そうなんですよ。そうでしょ。はい、そこが一つ嫌だっていうのもすごくあってですね。それはその入る前に、入る前、引退した後とかですかね。そのいわゆるこうサラリーマンというか、こう、はい、満員電車揺られてみたいな、その、はい、感じがちょっと嫌だなみたいな、ちょっとあった。そうですね、やりたいことはまだあんまりこう、まあ、ぼんやりすごいしてたんですけど、やりたくないことは結構あって。じゃあ、仕事するっていう漠然としたイメージの中に、どうしてもそういう、こう、いわゆるこう社会人の人たちの、その日常みたいな、はい、その場面っていうのがこう思い浮かんじゃって、そうですね、ちょっとなみたいのがあったっていう。ありましたね。それはなんか、一般社会もそうなんですけど、はい、サッカーの指導者なんか見ても、うん、やっぱり最初の方は拘束時間がやっぱすごく長くてとか、よくそういう話は聞いてたので、まあやっぱりそんないきなりはできないと思うんですけれども、自分の時間を持ちつつ、まあ仕事の時間も短くて、しっかり収入を得れるっていう、こうシステム、
ができればいいなっていう考えは漠然とずっとありましたね。チームの、そのトップチームのコーチやってる人とかいるじゃないですか、ヘッドコーチとか、コーチも、まあ、J2 だくらいだと多分 2、3人とかそれぐらいフィジカルとか入れればもっといるかもしれないですけど、そういう方々ってやっぱ選手と比べて拘束時間長そうだなと思って見てました、メイキンの。ああ、見てましたね大変そうだなと思ってました。やっぱりそうですね、まあ、トップチームのコーチの方だったりっていうのは、まだ比較的そこまで拘束時間は長くないなっていうのは思ったんですけど、やっぱり育成年代になると、よりやっぱ長いなっていうのは。多分育成だとユースとかジュニアユースだと大体練習始まるのが午後じゃないですか、午後っていうか 夕方じゃないですか。夕方だけどコーチたちは多分午前中から来てて、その日 あの練習の組み立てとかそういうのいろいろ考えたりとかミーティングしたりとかしながら過ごしてて、で、あの選手たちがこう集まってきて練習をして、まあ7時8時ぐらいまで、もっとですかね、高校生とかだともっと遅いんですかね、まあ、9時ぐらいまでやってるじゃないですか。でそこまでは もちろんそこがまあ一番中心の仕事だから、はい、でそれ終わって帰ってそれからご飯みたいになると絶対11時とかね、なっちゃうから。そうなんですよ。確かにそう言われてみると育成のコーチ大変ですね。なので本当にもう、まあ、自分が引退するっていうのは、まあ、必ず来る未来ではあったんですけど、そこからセカンドキャリアがどういうふうになっていくのかっていうイメージは本当全くできてなかったですね。でもそれは多分多くの選手がそうだっていうことですか。そうですね、なかなか引退後まで考えられてる選手の方がもしかしたら少ないかもしれないですけれども、まあ逆に言うと今自分がそのリスタンダードにいて、やっぱりアスリートのセカンドキャリア問題を解決するっていう部分でも、やっぱり現役時代からこう引退後のことも視野に入れながら現役を全うするっていう部分の気づきっていうところは、やっぱりどんどんあの発信していって気づかせてあげたいなっていうのは、まあそうですね、感じてますね。で、大吾さんのエージェントの お仕事も、はい、そのまあ、エージェントの場合ですと、その要はクラブをこう移ったりとかっていうところの、あの、はい、支援をするような仕事だと思うんですけれども、はい、まあ、そこは、まあ、社会人になるっていうことも含めた感じで、お仕事の方はあるんですか。そこまではまだあの、イメージはできないですけれども、まあ、将来的にそういうふうになってくるのかなと思いますし、やっぱりこう遺跡だけとか年俸交渉だけっていうのは、まあ、一般的なエージェントの方がやれるお仕事で、そこに自分の強みとか付加価値をつけていくっていう部分で言うと、やっぱりそのセカンドキャリアっていう部分のサポートもできるようになってくると、まあ、自分の強みになってくるのかなっていうふうに思います。結構多分重ねられる部分多いですよね、きっと。そうですね。で、はい、そういう風にしてくれる人、その要はこういろんな選択肢持ってくれてる人がいれば、はい、当然選手たちもこう、まあ、今はもう本当バリバリでやってる選手であっても、引退する時期が必ず来て、でその先っていうところを、この、あの代理人の方だったらあの安心してられるなみたいなのが多分思ってもらえるとしたら相当な強みですよね。そのそうですね、どっかのクラブに移籍するっていうことだけじゃなくて、あの人だったら、はい、そのいっぱ、普通の会社とか社会人になるそっちの方も、通常の仕事でされてるから、すごくそこは、はい、自分も、まあ、ゆくゆくはそういうビジネスの世界にも行きたいと思ってるんでみたいな人は、はい、ね、意外とそういうニーズっていうのは多分大きくなっていくんじゃないですかね。そうですね、はい、まあ、もともと自分がプロサッカー選手っていう部分も、やっぱり他のエージェントの方と比べて一つは強み、その選手の気持ちをより、リアルに分かるっていう意味でも一つ強みだなって思ってたんですけど、 そこにプラスアルファが重なれば、まあ、一つの強みが二つになるんで、まあ、エージェントとしての経験とか、まあ、そういう部分はまだまだこれからだと思うんですけども、まあ、そこも少しずつレベルアップ図りながら、自分の力をつけていけたらなっていうのは思ってますけど、Jリーガーで、長くプレーされて
ってて、そこからあの社会人リーグ、まあアマチュアのリーグですよね、アマチュアのリーグに来て、どんなことにギャップ感じたのかなっていうのが、 J リーグで長くやってた人が社会人リーグに来た時に一番最初にどういうふうな感情がそこにあったのかなっていうのを教えていただければと。はい、そうですね、まあこれは当たり前だとは思うんですけれども、うん、やっぱり環境の違いっていうのはすごく、うん、あの感じた部分でもありましたね、うんうんうん、そこが一番、まあ、やっぱり感じたかなっていうふうに自分の中でもあるんですけど、ただ、うん、あのそこはもう本当当たり前として、うん、そのプロのクラブよりもあのそのアマチュアの社会人サッカーのクラブの方が環境が整ってないっていうのは当たり前なので、うんうんうん、まあ、例えばまあ、僕の場合はさぬきとかで人工芝のグラウンドとか、うん、そうですよね、練習場を徹底するっていう経験とかもあったので、うん、そうですよね、少なからず、はい、免疫がそこでできてたのかなって、うん、それは良かったかなと思うんですけれども、うんうん、まあ、本当今の品川もそうですけど、うん、平日の練習はサッカーコートではなくてフットサルコートでの練習なので、うんうんうん、まあ、サッカーをやってるっていうよりはどちらかというと、まあ、フットサルの方が、うんうん、近いかなっていうイメージでやってますし、うん、ただその中で日曜日になると11人制の試合をやらなければいけないとか、まあ、トレーナーさんとかもいるんですけれども、うん、トレーナールームがなかったりとか、うん、まあ、全て自分で用意しなきゃいけないとか、うん、そういう部分とプレーに関して言えばサッカー脳の部分ですかね、うんうんうん、ここで例えば自陣ですごいリスキーな、まあ、リスキーなプレーもそうですけど、うん、いつしないでいいようなところでミスが出てしまうとか、うんうん、スピードアップしてしまうとか、うんうん、ここは頑張って戻らなきゃいけないところで、うん、まあ、ちょっとサボってしまうじゃないですけれども、うんうん、まあスピードが上がらないとか、うんうん、まあ、逆もしかりでチャンスの時にスピードアップできないとか、うんうん、まあ、いろんな部分でプロとのギャップはすごく感じましたね、うん、はい、フットサルコートでってすごい狭いじゃないですか、まあ、そこにみんな集まって、場合によってはその仕事とかでちょっと遅れてきたりとか、はい、その日の練習には来れないっていう選手も結構いると思うんですけど、はい、まあ、それでも週末の試合には合わせなくちゃいけないっていう、今まで大吾さんがずっとそれこそ小学生とかからずっとやってきたサッカーの、もう J リーグとかそういうことじゃなくね、はい、そのサッカーの環境の中で多分初めてなんじゃないですかね。そうですね。ね、で、はい、本当にそこってどうやってんのかなって実際僕思うんですよ。なんか要は狭いところでやってんのと、はい、広いところでやってんのと全然違うじゃないですか。まあ、はい、フットサルコートでやってても多分サッカーボールは使って練習してるんだと思うんですけど、はい、大きく蹴るとすぐ網みたいなところダーンってなっちゃうじゃないですか。そうですね。とロングキックはまず使わないし、まあサッカーの感覚でプレーできないですよね。そうですね、うん、そこが一番、まあ、難しいと言いますか、うん、やっぱり戦術的なこう、うん、ところのすり合わせっていうところがなかなかできないので、うん、どうしてもこう個人レベルでのトレーニングになってしまう、うん、もちろんフットサルコートの中で、うん、ポジショニングとか、うん、パスのアングルとか、うんうんうん、状況判断とかももちろんあるんですけれども、はいはい、やっぱり大きいコートでは、まあ、変わってくるので、うん、なかなか難しいですよ。セットプレーの練習とかだってできないし、はい、だから関係性の中でのプレーっていうのが、はい、当然間合いもサッカーのピッチにいるときとフットサルコートにいるときと違うと思うし、はい、なかなか難しいだろうなと思いながら、やっぱり本来であればやっぱりサッカー場でやりたいなっていうのは、その人工芝であってもサッカー場でやる方が全然、そうですね、うん、たまに練習してるところが3面あって、そのうちの1面を使ってやってるんですけど、はい、たまに3面なんか使える日があるんですけど、やっぱそういう時は大きいことでできるんで、うん、やっぱりいいなっていうのは、いいでしょ、やっぱ気分いい、はい、気持ちいいですよね、多分。そうですね。大きく蹴れるし、思いっきり蹴れるし。はい。狭いことだと、ちょっと、サボっても、うんうんうん、まあ、大丈
のかなっていうのが、いろんなところであると思うんですけど、広くなるとやっぱりその分スペースがすごいできてしまうんで、でそういうこうもう本当にまあある意味で根本的とも言えるようなこのギャップ、その、まあ、環境面は特にそうだと思いますけど、そういうのって割とこう大吾選手の場合はなんとかそこにフィットさせるっていうことはできるんですか、やっぱり。まあ自分も本当そうなんですけど、現役の時は毎日トレーニングしてコンディションを維持してたのが、やっぱり年齢的な部分も重なって、やらないとどんどん落ちてくるんですね。でただこう怪我のリスクとかもやっぱりすごくあって、去年も7月に合流してやっぱ8月ぐらいに、今まで全然やってなかったので半年間、筋肉系のトラブルが起きたんですね。でそういうのもやっぱりチームに迷惑かけてしまうので、こう限られた時間と練習量と自分のこうパフォーマンスの中でいかに 100% を出すかっていうところにフォーカスするっていうところがすごくこう考えながら今までと違うなっていうのは感じますし、まあ本当平日練習来れなくて週末の試合だけやるっていう選手も中にはいるんですけど、そうですよね、だそういう選手もやっぱり普段練習してる選手に比べるとどうしても後半の途中から足が止まってきちゃうとか足つっちゃうとかもあるんで、そういったところのバランスを見ながらプレーしなきゃいけないっていうところがすごく、なんだろうな、ある意味現役の時でも気を使ってやってるんですね。ちょっとその J リーグでやってた時に全然使ってなかった脳みその部分使ってるみたいな感じですか。そうですね、まさにそうですね。大吾さんはプロ選手になろうと思ったのにいくつぐらいの時ですか。僕はですね、もう思ったのは小学校3年生の時ですね。ちょうど J リーグが開幕した年です。ああ、じゃあもうそこからもう僕はプロになるんだっていう感じで、小学校6年生までやって中学校行って国見中学行って、で国見高校行って、まあ周りにもプロになった選手いっぱいいたじゃないですか。で、その中でこうずっと、つまりそのサッカーをこう競技トップクラスのところでこうずっとやり続けてきて、まあそれがもう小学校3年生からそう考えてたっていうことであれば、それこそ、25年とかでしょ、25年ぐらいずっとそういう風にサッカーと向き合ってきてたわけじゃないですか。でそれがこうこの1年間でだいぶ違う環境で、もちろん品川 CC の選手たちもすごいいろんな経歴持ってて、みんなサッカー選手としてもリスペクトできる技術を持った選手たちだけれども、でもそういう環境面とかさまざまなところでやっぱりこう今までやってたのとは全く違う世界に入って、やった時にこうサッカーに対する考え方とかって変わりました。あ、めちゃくちゃ変わりましたね。昨年の2月に引退して7月から品川 CC に加入したんですけれども、その時に現役復帰っていう位置を、取り上げてもらったりとかしたんですけれども、なんか僕の中ではもうサッカー選手っていう、こう意識は全然なくて、やっぱり仕事を してる中での、こう一つサッカー好きの30代の半ばのやつがチームに入ったみたいな感じで、やっぱりこうサッカーを自分の一つのツールとしてそのコミュニティに入ったっていう意識の方がなんかすごい強かったですね。というのも引退するときにやっぱり自分の中で J2 以上で J3 以下ではもうやらないっていうふうに決めて引退したので、そこで県リーグのクラブでサッカー選手としてサッカーをこうやるっていう決断に対しての矛盾みたいなのが生じてしまうなと思ったので、一つこれを機にビジネスの世界に一歩踏み出すきっかけにしようみたいなのは自分の中でありましたか。ちょっと無理やりかもしれないですけれども、サッカーっていうその競技自体に対しての考え方とかは変わりましたか。ある意味でプロを目指してこう J リーガーになってっていう中では、
あの大吾さんにとってサッカーっていうのは成功するためのものでもあったと思うんですよね。あ、そうですね、うん、はい、でも今はそれを求めてないだろうし、それはもう取り払われた感じじゃないですか。で、小学校3年生からもうプロになろう、 J リーグできてプロになろうと思われてたってことは、かなりちっちゃい時からサッカーっていうものをそういう多分視点でずっと見続けながら、そういう子供たちはいっぱいいると思うんだけど、それがこうちゃんと順調に成長して、大吾さんはプロになって、しかも十何年も15年とか16年とかプロでやるっていうところまで行けた、だけどそのサッカー、自分が成功するためのスポーツっていう捉え方から多分それが外れてもまたサッカーをやってる中で、サッカーってどういうもんだなっていうふうに今思いますか？考えると、うん、自分の人生からやっぱり切り離せないものなのかなとは思いますね。サッカー、引退したサッカー嫌いになったって言ってたんですけれども、その嫌いになったサッカーを、まあ、またやるっていうのは、まあ、本当にサッカーとともに自分の人生があってずっと歩んできたので、まあ、これを全て捨てるっていうのは、やっぱり、ね、切っても切りないようなある意味その奥さんとかよりも固い絆で結ばれてるのかなみたいなことなのかなっていうふうにはちょっと思いましたね。大吾さんはご兄弟がおられて、カズマ選手はもう本当に有名で、未だにね、現役であの J1 でやられてますけど、サッカー兄弟じゃないですか。はい、やっぱりあの小さい時からご家庭もうサッカーっていうのがすごい存在感がありましたか、渡辺家では。渡辺家の中では、多分あんまりなかったんですよ。あ、そうなんだ。で、親も共働きしてたんで、あの試合、土日の試合をこう見に来る機会もあんまりなくて、まあ、一学生ぐらいの時までは結構見に来てくれてたんですけど、はい、まあ、子供ってこうちょっと反抗期があって、なんか親に見られるのはちょっと嫌みたいなそうね、中学生ぐらいの時ね。はい、で、それもあってか結構もううちは本当に放任主義で、自分たちで勝手にサッカーやってるみたいな感じだったので、なのでもう本当に週末は誰一人遠征に行って家にいないとか激ありましたね。みんなね、それぞれね。そうです、それぞれで。で、まあ、母親はあの帰ってきて汚れたユニフォームとかを洗濯してまた次の日にあの乾かしてとかだったらすごい大変だったんだろうなっていうのは思うんですけど、じゃああんまりこう家族団らんでサッカーの話をみんなでするみたいのはあんまないんだ。ほぼなかったですね。あ、そうなんだ。はい、学生時代はあの、まあ、弟と喋るのもあんまりこう好きじゃなかったと言いますかそうだね、なんでしょうね、男兄弟あるあるなのか分かんないですけど。あ、高校生ぐらいの時ですか。そうですね。へえ。もう一緒の空間にもいたくないぐらいの。そうなんだ。ちょっとライバル視してるみたいな感じもあったんですか。 あったかもしれないですね。比較的の年が近いからね。そうです、そうです。弟からするとすっごい怖い兄貴だった印象ですね。あ、そうなの。もう、はい、そう言ってますか。言ってますね。おっかなかったって。先生も、はい、兄貴怖すぎて本当嫌だったよそうなんだ。全然今はそういうふうに思わせないですね。大丈夫ですね。お、すごく穏やかに感じますけども、はい、変わったかもしれないですね。親元を離れて、あとは兄弟とも離れて、はい、自分の中でこう気持ち的に余裕ができたのか分かんないですけれどもでもまあ30半ばでまだ弟といまだにこうライバル視してこうあんまり会いたくないとか言ったら、ちょっとそれはそれでなんかかなり深刻だなと思っちゃう。そうですよね今はどうですか。まだ一番下の弟も現役で J3 でプレーしてた頃とかの方がやっぱり親としてはみんな外に出てて、なかなか会えないですし話もできないんで、お正月とか帰ってきた時とかはもうそのシーズンのこうハイライト見たりとか。ああ、なるほどね。じゃあある意味でこう大人になってそのサッカーが家族をこう結びつけてる感もちょっとあったっていう感じですかね。あります。そうですね。お正月にこうみんなで長崎帰って、はい、お正月過ごしてる時に、あ、この俺のこのプレーいいでしょうみたいな感じでこう映像を見ながらみんなであだかあだお酒飲みながらやるっていう、ね、はい、
そっちの方が多かったですかね。じゃあまあそういうこともあって多分切っても切れない縁が、2人の弟に対しても俺も、はい、県リーグで仕事しながらサッカーやってるぜっていうのが、まあ別に示そうとは思ってないと思うけど、まあ、そうなっちゃうよねっていう、はい、そうですね。で親としても、うん、情報、映像とかの情報は全然ないんですけれども、うん、まあ、その SNS での情報はやっぱり得ることができるので、うん、はいはい、県リーグでも現役復帰してくれたことはやっぱ嬉しかったみたいで。あ、そうなんですね。まあもう本当できるところまでやれるうちはとことんやったらいいんじゃないっていうのは言ってくれてますね、うんうん、J リーグとはまた伝わり方が違うけれど、ではこういうところでこんな応援してくれる人もこんなたくさんいるんだみたいな感じで、はい、多分ご覧になられてるんでしょうね。そうですね、なかなか親とか人の目に触れる職業ってそんなないじゃないですか。ないですよね、はい、そういう場面、仕事で頑張って、まあ、そうですね、仕事とかプライベートをこう親とか周りの人に発信できる環境に入れるっていう幸せもすごく、やっぱそれを聞いてそう感じましたし、うんうん、実際に現役時代にサポーターとかファンで会ってくれてた人たちが、うんうん、そのまたサッカーやる姿を見たりとか情報を得られるようになってすごい嬉しいですっていうところを聞くと、うんうん、あ、なんかそれはそれですごい嬉しいし、うん、まあ、サッカーも本当頑張らなきゃいけないなっていうのもやっぱ感じますね。品川ねも結構お父さんお母さんが見に来てる選手もいるじゃないですか。やっぱりそういう同じような多分大吾さんのお母さんと多分同じような思いなんでしょうね。その大人になった息子がすごい生き生きと頑張って活躍してるところってやっぱ見たいっていう欲求。そうですよね、うん、しかも高校生の時よりちょっと優しいしそうですね、反抗期はもうないでしょうし高校生だとなんか何で来てんのかよみたいな言っちゃうでしょ、そういうの言っちゃうでしょ、はい、だけどもうさすがに社会人になってれば、ね、ああありがとうって言ってくれるから。そうですね。親も安心ですよね。親御さんも。で、そういう人たちがやっぱ品川は多い気がしますね。多いと思う。多いと思います。本当に。うん、なのですごい、まあ、恵まれた環境ですし、うんうん、まあ、一番最初にやっぱプロと違う環境でっては言いましたけれども、うんうん、その社会人レベルでいう品川の環境はめちゃくちゃ素晴らしいと思うので。うんうん、またあれですよね、その社会人だから出せる雰囲気も多分あって、ありますね、そうですね、うん、プロじゃないからやっぱりこう品川の場合はセカンドもあるし、はい、もういろいろなスタンスでこう参加できる幅があるから、はい、まあ今こういう状況で、まあ大吾さんも会社に行かないでねリモートで仕事を今日もしてたって言ってたじゃないですか、はい、でまあ普通の人たちもみんなそういう状況にあって今、うん、テレワークしたりとか、はい、テレワークできない人は 人がいっぱいいるところ行きたくないけど、こう電車に乗って毎日通勤したりとかいう人も東京とかね、この首都圏はすごい多いと思うんだけど、多いですね、うん、でその中でやっぱりこうみんながすごく不安を抱えてたりとか、あの社会全体がすごく緊張してる状態みたいな感じだと思うんですけど、はい、J リーガーもそうだし、こうサッカーを生活のすごく中心に置いてる日本中にいる選手たちも今みんな練習ができなかったり、まあ、試合はできないし、はい、今までに多分経験したことないような状況にあると思うんですけれども、でもそれでもやっぱりこうサッカーの選手って一般の人から見たらすごく憧れの存在であり、はい、すごく頑張ってる、こうキラキラしたようなキラキラしてる人たちだと思うんですよ。で、はい、こういう状況でそういうアスリートたちが、どんなことができるかなっていうのを考えたりはされたりしますか？めちゃくちゃ考えてます、それまあアスリートだけじゃなくて、まあ今自分にもすごく当てはまると言いますか、はい、うんうんうん、このコロナの影響で外出できなかったり通勤できなかったり、うんうん、まあサッカーもできない状況で自分のそのやれることをこうパッと一つ取られた時に、うん、まあサッカー選手だったらサッカーを取られた時に何ができるのかなっていう、まあ、そこで何か新たな価値とか、違うことができる選手が本当に社会的価値のある選手だなっていうふうに僕はすごく最近思うんですけれども、もちろんサッカー選手っ
ていう部分で、まあ、今 SNS でいろんな発信を、うんうんうん、あのステイホームだったりとか、うんうん、まあ、手洗いうがいとか、うんうんうん、なんかいろいろな、うん、あのことを発信している選手たくさんいますけれども、うんうん、まあ、それはそれで一つやっぱりアスリートだったり、うんうん、あのサッカー選手の価値ではあるんですけど、うんうんうん、そうではない部分でやっぱり世の中に発信だったり価値を生み出していける選手が本当にあの必要とされるというか、うん、価値が高い選手なのかなと思うので、うん、逆に今時間がある分、うん、そういったこう考える時間に、まあ、いろんな選手が当ててほしいなっていうのは思いますね、うん、本当に、まあ、できることって多分いっぱいあって、それこそ J リーガーの選手があの 手洗いうがいしましょうっていうのと普通の人が言うのとではやっぱりこう広がっていく力が全然違うから、はい、そういうところである意味でこう社会の中でそういう役割を担うっていうのも一つだと思いますし、ただまあみんなが今大変な状況にあるじゃないですか、はい、自分選手もそうだと思うんですよ、選手もそうだしみんなもそうだから、多分だからなんかできるかなって思うんですよね。なんか今選手たちがどう思ってるのかなっていうのは僕なんかすごく興味あるし、 J2 とかの選手がどう思ってるのかっていうのは本当にこう心の底から出てくるようなものが、まあそういうのって出したくはないですけど、かっこ悪い部分じゃないですけど、そうそう、そういうところをさらけ出すことによって、うんうんうん、あ、J リーガーでもこんだけ悩んでるんだなっていうのを、そう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 、今世の中で悩んでる人たちに、うん、こう、あ、自分だけじゃないんだっていう、そうそうそう、それそうです、与えられますよね、うん、だってある意味でもしかしたら普通の社会にいる人よりも追い詰められてるかもしれないじゃないですか、うん、J リーガーってもともとずっとできる仕事ではないっていうのが大前提にあるから、はい、もしかしたらこれで切られちゃうかもしれないっていうのがどっかにありながら、でもまあ、大丈夫だと思う自信もあってっていうので、こうずっと積み重ねで十何年っていうのがあると思うんですよ。で、普通のサラリーマン自分から辞めるっていうことは言うことはできるけど、会社から解雇っていうのは基本的にはない。なんか問題を起こしたりすればあれですけど、でも J リーガーって別に問題を起こさなくても解雇されるじゃないですか。そうですね。そうそうそう、ある意味その結果をそのシーズン出したからって言って契約あるわけでもないので、うんうんうん、そう、すごく理不尽な世界っていうのはシビアな世界ですね。そう、超シビアで超理不尽な世界に生きてるんですよ、はい、だから彼らが言ってることって多分他のみんなには勇気与えるはずなんですよ。なんかこうすごいシュートを打つとかすごいドリブル見せるとかっていうのももちろんそうなんだけども、これから J リーグになり、 J リーガーになりたい子供とか高校生とか大学生にはすごく響くかもしれないし、それをすごくサッカーが大好きっていう人には響くかもしれないけど、そうじゃない人たちがいっぱいいる中で、そうですね、うん、そういう人たちに響く言葉っていうのは多分そのピッチ上のことじゃないことじゃないかなって僕は思って、うん、でも J リーガーっていうものは知ってるからみんな、うん、プロのサッカー選手でしょっていうのは分かってるじゃないですか、はい、で、あ、そうなの、プロそうね、大変よね、毎年だ、それで、でもこの人ずいぶん明るくいろいろ話すわねみたいなニコニコ笑ってればよ、さっきからみたいのがあれば、じゃあ俺の悩みなんて結構取るに足らないねみたいな思ってくれれば、みんなが元気なくなるのが僕は一番怖くて、こう社会全体がいやー大変だったけどこっからやろうぜみたいなことを思うために、アスリートって多分すごいそういうことをできるのかなって、まあ、一つなんかそうやって得意じゃないんですけどでもこう行動を起こすタイミングとしては今だなと思ったので、まあ実際前日に兄弟3人でちょっと話し合って、あ、そうなんですね、本当は3人でやれたらいいよねっていうことだったんですけど、ちょっとインスタライブは2人でしかできなかったんで、じゃあまず僕とカズマでやるねっていうところで、まあ、ちょっと見てもらって、まあ、今後美月ともできればいいなと思ってますし、まあ、いろんな選手だったり、いろんな人とできればいいなと思って、いや大変だけどまあなんとかこうすればいいんじゃないみたいなことだとかでも、はい、兄弟の間でこう話してる姿だけでも多分勇気をね、はい、与えると思うし、はい、いや本当にすごくそういうのやること自体が勇気があることだと思うので、そうですね、
別にこう、うん、誰もができることではないと思いますけれども、でもなんかそういうのを僕はそのアスリートにすごい期待したいですね。こうリフティングをするのもすごくいいと思いますけれども、でもあれだとやっぱり響く人が少なすぎちゃうから、もともとサッカー好きな人じゃないとなかなか響かないんで、そうですね、うん、はい、サッカーの力ってすごいと思うんですよ、うん、世界中の人たちがこんなに熱狂するものって多分他に何もないんで、すごい力があると思うんですよ、うん、だからこういう世界中がこう困ってる時に必ずなんかサッカーが何かの救いになれば、こう、やっぱサッカーってすごい重要ねって思ってもらえれば一番いいなって。そうですね、うん、またそうさらにですね、うん、そうそうそう、いいお話をね、いろいろしてもらってありがたかった。いや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 、大丈夫でしたか。あ、全然、すごい良かったと思います。あの、大吾さんすごいよく笑顔を見せてくださるし、すごくいい、はい、いいです。本当ですか。はい、あのビジュアル的に最高にいいです。笑顔はもう、はい、いや、笑顔はもう、はい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 、笑